これは。あ、それ、ドラゴン殺しだよ。昔、国王から不令があってな。ドラゴンを撃ち殺せるような剣を献上しろと。そこで俺は鍛えてやったのよ。言われたままにドラゴンをぶっ殺せる剣を。殺せるんですか？これなら本当にドラゴンを殺せるんですか？ドラゴンってのがいりゃあな。おめえのお友達は何やらドラゴンとでもやり合おう形相だな。奴には二の勝ちすぎる相手なんじゃねえのか？ドラゴンってのは人間の手に負えねえからこそドラゴンなんだぜ。うちの父ちゃん名工とか言って町じゃすんごく有名なんだから、何でも作っちゃう天才だったんだ。すごい。リッケルトもやってみたら？父ちゃんに教えてくれるよう頼んであげる。何も考えずに殺し尽くせばいい。左手の義手、ずいぶんごっついが。リッケルトが何か仕込んだとか言ってたな。兄ちゃんすげえ剣持ってんじゃねえか。置いてってもらおうか。この場からとっとと消えた方がいいぜ。死にたくなかったらな。はあ？何言ってやがる。死ぬのはてめえの方だ。待った。
ち声か。もうせえ、今さら聞けねえよ。ああ、どうやらそうみてえだ。もうせえ。出た、バケモン。楽印が薄く、亡者ども、早速来やがったな。生き残るかよ。
殺意が塗りつぶしていく。何も考えずに殺し尽くせばいい。かわいそうにあのエルフ。五箇条の連中には領主でも手が出せねえんだ。関わらない方がいい。あ、そこのお兄さん、助けてよ。なんだお前。あ、見かけねえ顔だな。俺たちに何か用あんのか。こいつら悪いやつなんだ。そのでっかい剣でやっつけちゃってよ。あ、このチベック。てめえこいつの仲間か。いや。ねえ、そんなこと言わないで助けてよ。大層の獲物持ってんじゃねえか。話を聞かせてもらおうか。黒い剣士さんよ。面倒だな。あんたらのボスにことづて頼まれてくれないかな。黒い剣士が来た。それだけでいい。おいてめえ、仲間に何してくれてんだ。盗賊団の首領は人質を取ってるんだ。でも誰も帰ってこなくて。ペラペラうるせえな。俺に関わんじゃねえ。されるところだった。黒い剣士を殺せ。やつが俺たちの仲間をやったんだ。
つけて食われてしまう。狩猟は人を食うんだ、人間のすることじゃねえ。すべて焼き払え。黒い剣士を炙り出すんだ。これじゃみんなが、ねえ、助けてあげられないの？俺はただ奴を見つけ出し殺す。他のことは知らない。巻き込まれて死ぬ奴は雑魚さ。自分の命さえ自由にできないなら死んじまえばいいんだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。助かりました。黒い剣士、ここで殺す。道が塞がれちゃったよ。何やがる。てめえらのボスはどこだ。早く出せ。Yeah.
様か。我ら首都を付け狙う黒い剣士というのは何のつもりか知らんが、人間不勢が我らに盾つこうとは肩払いたいわ。あれは人間じゃない？貴様は？ゴッドハンド。5人のゴッドハンドはどこにいる？知らん。知らんのだ。
あの方たちのことは我々使徒の思い及ぶところではない。本当だ。ゆっくり味わいな。自分の体が焼けただれるのをよ。待ってくれ。死ぬのは嫌だ。待って、助け。ベルセルク。それは剣というにはあまりに大きすぎた。大きく分厚く重く、そして大雑把すぎた。それはまさに鉄塊だった。ああ、いたいた。よう、元気。チビ、なんでお前がここにいる。パックだよ、名前覚えてよ。面白そうじゃん、魔物なんてさ。神話や詩人の歌でしか聞いたことないもん。マジモンだぜ、マジモン。お前に言えた義理かよ。悪いけど、俺にはペットを飼うつもりはないぜ。ついでに言っとくけどな、俺は嫌いなんだよ、お前らエルフってやつがさ。なんでだよ。弱いからさ。ムカつくんだよ、弱いやつを見ていると。ねえガッツ、首んとこにある紋章みたいなの何？烙印だ。こいつが悪霊を呼び寄せる。奴らは生贄を求めてどこだろうと現れる。生贄？過去に何があったんだろう。一体何がガッツをこんなにさせたの。何も考えずに殺し尽くせばいい。
対に許さない。暇はないよ。また楽園に惹かれてきやがったか。化け物ども、最後の一匹までこの俺がぶっ殺してやる。こいつは生きてる奴の戦いなんだよ。吐き出していい気分だぜ。まだついてきてやがんのか。
何しようが俺の勝手じゃん。まあそうだが。それにしても会うたびにボロボロだね。俺が直してやろっか。目障りだ、消えろ。ガッツ。最近黒い剣士っぷりが板についてきたんじゃない？うるせえ、そういうもんじゃねえよ。結構気に入っちゃったりして。ガッツ、援護は俺に任せとけ。こう見えても俺エルフ次元流7段だぞ。なんだそりゃ。ま、ないよりマシか。化け物どもに妖刀ざっくり丸をお見舞いしてやる。さて、追っ始めるか。判決。異端査問委員会は被告を悪魔と契約を結ぶ忌まわしき邪教の徒と断定。よってここに死刑を宣告する。嘘よ、信じて。私は邪教徒なんかじゃない。信じて。ひどい。今月に入って何人目だ。邪教徒狩りと称して無実の人間を。伯爵は何を考えておられるのか。ガッツ、何とかしてあげられないの。やりてえならお前がやれよ。そんなこと俺にできるわけ。だったら黙ってな。力のねえやつは口先ばかりで何もできねえ。力のあるやつに従ってりゃいいんだ。ガッツ。この痛み、近くに奴らの仲間が。街のどこかに潜んでやがる。見つけ出して殺す。俺の親友は無実の罪で殺されたんだ。見つけたぞ、確保せよ。私はあんな冷酷な人じゃなかったのに。
お前を邪教徒に加担せし者とみなし投獄する。抵抗すれば命の保証はない。剣士を捕まえるんだ。あるんだよ、あんたに捕まってもらっちゃ。殺してもらいたいのさ、伯爵を。俺の家族はあの伯爵の野郎に食われた。奴は人間じゃない、魔物さ。この先に城の抜け道があるのに。痛いよ。首よ、伯爵の首よ。私たちの恨みをさあ一緒に。ふざけるな、俺は貴様らの仲間なんかじゃねえ。これは俺の戦いだ。血と肉を持ったこの俺のが。
爵を殺してくれないか。知るかよ、自分のことぐらい自分でやりやがれ。ガッツ、なんでそういうことばっかり。伯爵の城に乗り込む。役立たずは帰れ。頼まれずとも伯爵は俺がやってやる。おお、頼んだぞ。な、何者だ。倒産ぞ。わけにはいかん。おとなしく投稿すれば見逃してやる。邪魔だよ、どけ。なんだ、床から出てきた。待ってろ、貴様の頭に鋼鉄をぶち込んでやる。やりやがれ。
士として一流というわけか。待ちかねたぞ、黒い剣士。さあ、試してみるがいい。人一人の力がどれほどのものか。まさか烙印を刻まれながら生き延びた者がいようとはな。復讐というわけか。だが所詮人に過ぎぬ貴様にはかなわぬこと。人の力では神の摂理は曲げられぬ。人であること、それが貴様の限界だ。人であることを超越したこの私に勝てる道理はない。俺を止めたきゃ貴様と同じように頭を砕くか心臓を潰すんだな、なめくじ野郎。許さんぞ、許さんぞ、虫けらが。限界さ、人間の。嫌だ、死ぬのは嫌だ。ガツ、何か落ちてる。ベヘリット、この世界と重なるもう一つの世界との扉を開く鍵、五人のゴッドハンドを呼び出す鍵。よくできてるね、これ。どうやってゴッドハンドを呼び出すのさ。それを知ってりゃ苦労しねえよ。あ、待ってよ、どこへ行くのさ。奴の通りし足跡か。どうやら未だ強運には見放されてはいないようだが、しかしこの道は人の身で行くにはあまりにも過酷な夜の道。人として歩み続けることができるか、それとも。ベヘリットって天使を呼び出す魔法の石で、天使は力と引き換えに生贄を要求してくるんでしょ。じゃああの使徒たちはみんな一番大切なものを生贄にしてきたのかな。それってなんか悲しいね。くっそ、体がガタガタだぜ。おいパック、鱗粉よこせ。
もうしょうがないな、ガッツは。俺がいないと何もできないんだから。さて、追っ始めるか。毎晩毎晩ご苦労なことだ。殺した、いっぱい殺した。自分の恨みを晴らすために、自分の思いを遂げるためだけに殺した。魔物だからいいの？殺していいの？自分一人が生き延びるためなら殺していいの？勝手なこと言いやがって。本当の化け物になれるかも。
お前の友達みたいになれるかも。キリがねえぜ。このままじゃ。ふざけるな。こんなところでこんな鶴子どもに。いつになったら届く。あとどれだけ資料どもをかき分けたら、あとどれだけ使徒どもを切り倒したら、どれだけ闇の中を這い回ればあいつに。こら、何やってんだ。目覚ませ、死ぬぞ。バカ、気合入れろ。フェンシング刺す、フィッシング刺す、さらに絶好調刺す、刺す。おい、何やってんだ。刺す。感謝しろ、きつけの一発だ。てめえ、ふざけ。はあ、タグ、てめえがいると力が抜ける。マジでやってんのがアホらしくなるぜ。いるよ、獣が。なるよ、化け物に。なるよ。獣、化け物。ふざけんじゃねえ。俺は俺だ。他の何でもありゃしねえ。俺は俺のまま、あいつまでたどり着いてみせる。俺様のおかげだな。俺様のおかげでお前は生き延びることができたな。この俺様のおかげで。ま、確かに薬箱代わりにはなるか。わーった、負けたよパック。そこはお前んちだ。好きにしてくれ。ねえ、今パックつった？ああ、言ったよ、言った。もう長い付き合いで名前で呼ばれるの初めてだぞ。知るか。ついに追い詰めたぞ、黒い剣士。敵復活、囲まれてるよ。我らは法王朝直属聖鉄騎士団。
非責認定局よりその方を法王庁に連行せよとの命を受け、ハセさんじた。ハセさん？何？剣を捨ておとなしく投降するならばよし。さもなくば我らが神明にかけてその方を捕獲する。なんでだよ。俺は坊さんにしょっぴかれるような覚えはねえぞ。ねえことねえが、あんまし。説得力ゼロ。よく言う。貴様の血に染まったその姿は何だ。貴様の通った後に残る屍の山、その返り血ではないのか。もはや語らぬ。これは真意である。全軍黒い剣士を捕らえよう。まじいじゃんこの体じゃ、どうすんの。ところで変わらねえ。逃げるか。動きを止めるんだ。まずいな。このままやっててもいずれ力尽きる。情けない。手負いの者一人に何を浮き足立っておるか。やべえぞ、目がかすんで。こうなりゃ頭を押さえるしかねえ。なんて力だ。あの剣をあんな風に振り回して。おのれ、俺の大切な友達を大砲で吹き飛ばしたがごとき威力。くそ、なぜ捕らえられない。仕方ないですよ。別名お坊ちゃま騎士団、戦未経験のボンボンの集まりなんですから。それでセルピコ殿はそこで何をしておられる。嫌だな、分かってるくせに。血を見るのが嫌いだから入団したんですよ。これが黒い剣士。間違いない。このまがまがしさ、黙示録に記されし。よし、よくやった。そのまま押し込め。奴の息は上がってるぞ。今だ、捕らえろ。ファルネーゼ様、黒い剣士を捕獲しました。ファルネーゼ様、撤収のご命令を。 ああ、よし、全軍撤収。朝大神院に末席を連ねる者の義務として 2,3 簡単な尋問を執り行う。つくづく神様とか
そういうのと相性悪いんだな。貴様何を笑うか。神を冒涜するがごとき剣道、二度は許さん。貴様の目的は何だ。ことによっては異端審問にかけることになるぞ。それが嫌なら素直に洗いざらい白状することだ。あんた神や悪魔を信じているのか。会ったことはあるのか神に。神はたやすくその奇跡をこの地上にお示しにはならない。神とは常に我が信仰とともに、この心とそして天に増しますものだ。何を笑う。絵に描いたような答えだな。修道院でお勉強したのが、昔そっくり同じこと言ってた貴族が町一つ丸焼きにしてたぜ。俺が言ってんのは、そんな中身すっからかんの置物みてえなクソの役にも立ちゃしねえ神様のことじゃねえよ。懺悔するだけ時間の無駄だ。悔い改める気ねえし、あんたに話したところで何一つ分かりゃしねえよ。貴様、貴様、製鉄騎士団団長であるこの私の前で天に唾するがごとき剣道の数々、よくぞ申した。もはや容赦はせぬ。体中の皮が剥がれ落ちようと必ず口を割らせてみせる。我が信仰にかけて。あんたかなり無理があんな。神だの団長だの、そんなもん振りかざしたところで人望ってやつはついてきやしねえぜ。俺に言わせりゃあんたは、あんたが崇めてるその置物と同じ中身すっからかんだぜ。ああ踊れ踊れ。パルネーゼ様、一体何事ですか。何でもない。もうよいぞ。そのものを牢に戻せ。はっ、連れてけ。あんまりいじめないでください、うちの団長。ああ見えて結構可愛いところもあるんです。助けに来たぞガッツ君。ほらこの鍵で脱出だ。よし、とっとと外せ。うん、ありがとうは。なんだよ細けえこといちいち。親しき中にも礼儀あり。てめえ、人のカバンに住み着いたからっていい気に。おい、ちょっと待てこら。ありがとうよ。ございます、パック様は。ありがとうございます、パック様。聞こえんの。ありがとうございます、パック様。しょうがないな、もうお世話の焼ける。ひねる、後で必ず。